ヤッホーとまるです。はい、ちょっとねさっき舌噛んじゃって、ちょっといつも以上にちょっとろれつがね回んないんですけど、本日の動画はですね、とあるね国民的なアニメのね一番くじをやってきたので、早速紹介したいと思います。2020年9月11日金曜日から発売になったクレヨンしんちゃん俺と人気者大集合だぞっていう一番くじがね発売になったんですけど、1回650円で、まずラインナップの紹介をしたいと思います。 E 賞ハンドタオル、 B 賞グラス、 C 賞リングノート、 B 賞抱っこして白ぬいぐるみ、 A 賞ぬいぐるみセットで、ラストワンが飛びつきしんちゃん&ビッグブリブリザエモンクッションで、ダブルチャンスがこのラストワンのクッションっていう感じです。はい、ということでね、今回の私のお目当てはもともとね結構クレヨンしんちゃんに出てくるカンタムロボとかアクション仮面とかモエピーとかがね結構私は好きで、劇中劇みたいな感じのねグッズにすごい惹かれる部分があるんですけど、そうだから今回のね一番くじは E 賞のハンドタオルのアクション仮面と D 賞のねグラスのアクション仮面がめちゃめちゃ欲しいなって思うんですけど、グラス全体的に可愛くて、そう私いつもさ一番くじにグラスはいらないとか、ラインナップにグラス入れないでよとか言ってるくせに、ちょっと今回のねクレヨンしんちゃんのグラスはちょっとめちゃめちゃ欲しくなっちゃって、デザインがねめちゃめちゃ可愛いんですよ。春日部防衛隊のねグラスだったり、あとなんか野原家のね家系図みたいな絵柄もすごい可愛いし、欲しいって言ってたアクション仮面もめちゃめちゃ可愛いし、でチョコビのもねいいなって思ってて、そうこの4つめちゃめちゃ欲しいなって感じなんですけど、でまあリングノートはチョコビノとシリマルダシのやつがいいなーって感じなんですけど、 A 賞と B 賞はねぬいぐるみなんで、ぬいぐるみは私そこまであんま求めてないんで、ちょっと今回はね解消のグラス目当てでやってきました。はい、ということでね、まずじゃあその様子をねご覧ください。どうぞ。一番くじを引くぞ。追加でやってもいいですか？大丈夫です。グラスってどれくらい残ってますか？結構ある。じゃあ追加で2回やります。はい、ありがとうございます。
物欲センサーはあります。もうさ、これさ確定したよね。ちょっとね、グラスいらないって言ってる時はめっちゃグラス当たるくせにさ、グラス欲しいとか思ったら一個も当たんないってやばくないですか。開催店舗もそんな多くないし、ちょっと早めに行こうと思って一応午前中には行ったんですけど、本当はオープン前から行こうかなって思ってたんですけど、外出た途端ねめっちゃ雷雨で、さすがにこれちょっと止むまで待とうと思って11時ぐらいに行ったんだけど、もうすでにねほとんどハンドタオルが売り切れてるっていう状況で、そう、私が欲しかったアクション仮面のハンドタオルももうなくて、でリングノートのね欲しいチョコビもなかったしっていうので、結構ねあ、これちょっと他のとこ行こうかなとかも思ったんですけど、そもそもね今回は何十回とか引くつもりもなかったんで、グラスのねアクション仮面は多分まだ残ってそうだったんでグラス目当てだったんですけど、3回で当たんないからさ、追加で2回やったのに結局当たんなくて、欲しいと思うほどに当たらないっていう一番くじあるあるだと思うんですけど、早速ねちょっと当たったものをね見ていきたいと思います。まずじゃあハンドタオルなんですけども、これはねこれしか多分残ってなかったんだよね。埼玉紅さそり隊のやつと、あとはこっちのねミッチー&ヨシリンの、ヨシリン&ミッチー、まあなんだろう、人気ないのかなこの2つ。私結構欲しいなって思ったんですけどね。そう、私今回ハンドタオルで欲しいなって思ったのがこの2つプラスアクション仮面だったんですよ。結果的にねちょっと欲しいなって思ってたのが残ってたんで、そう、良かったかなとは思うんだけど、で次がね B 賞グラスが1個も当たんなくて、そうで C 賞のリングノートなんですけど、はい、まあ欲しかったねこちらのシリマルダシをゲットしました。こんな感じだね。ちょっと中見てみようか。はい、こういう風になってて、あ、かわいい、中もちゃんとシリマルダシがいる。いいね、ちょっとなんかかわいくない、見てほら線がちょっとビルみたいになってたりとか、めちゃめちゃかわいくないこれ。すごい、なんか思ったより全然いいかもこれ。ちょっともしかしてこれさ、ノートごとに中身違ったのかな。ちょっと昔のさ特撮映画の表紙みたいな感じだよね。ちょっとゴジラっぽいよね、なんか。ほら、かわいい。いや、これはね嬉しいな、すごいセンスいいと思うこれ。でもう一個がこっちのなんかもらうつもりはなかったんだけど、そう、これとねちょっと双葉商事のノートですごい迷ったんですけど、こっちにしました。もうなんかさ、この写真見てちょっとほろっとしちゃってね。もうしんちゃんのさ家族愛描写映画版とかのいつも泣かされるからさ、ついついね今回も、あーよくない、見てこれ、選んでしまいましたよ。こんな感じ、ほらいいよね、可愛い。で中はどうなってんだろう。なにこれ、こっちはあれだ、線がないね、本当に落書き帳みたいな感じだ。可愛い、全部、あ、見て裏面ひまわりだ、ほらひまわりと白で、こっちがしんちゃんって感じです。いや、ちょっと待って、これ双葉障子とかなさどうなってたんだろう、これ中身すごい気になる。いやでも私的にシリマルダシが一番お気に入りですね。はい、っていうかもうなんかさ、レジでも私普通にシリマルダシとかさ連呼してたけどさ、よく考えたらちょっと恥ずかしいよね。はい、っていうことで最後だね、白のぬいぐるみが当たりました。 B 賞の白のぬいぐるみ、多分これさ実物の白の大きさぐらいの大きさかなって思うんだけど、このしんちゃんが持ってるさ白と同じぐらいの大きさだよね、多分これぐらいだから、うん、まあ可愛いんだけどね、可愛いんだけど、なんかぬいぐるみはかさばるからね、あんまり集めないように最近してるんですよね。でもまあ可愛いですね。まあ、なんかさ求めてない時ほど上位賞って当たるよね、本当にね。結局私グラスがね1個もゲットできなかったんで、もうネットでね
全部セットのやつをポチっちゃったんで、ちょっと届き次第使っていこうかなって思います。もうまさかね、普段からグラスいらねえとか言ってるくせにね、グラスをねポチることになるとは思いもしなかったよね。でもね、このしんちゃんのグラスはね、本当にセンスが良すぎる。もうデザインを企画した人は本当天才だと思うの私。このねアクション仮面のグラスやばいでしょ。これも次回出るとしたらさ、カンタムロボとモエピーもぜひぜひお願いしたいなって思います。はい、っていうことでね、もうめちゃめちゃね可愛い一番くじだったなって思うんで、次回のねクレヨンしんちゃん一番くじの時はね、朝一で行ってお目当てゲットできるように頑張りたいと思います。はい、っていうことでね、しんちゃんといえばね、私これをね、そう大人買いしてまして、そうまだ開けてなかったんだよねこれ。そう、まあでも今回は開けないんだけど。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。全く関係ないんだけどね、ちょっとスバルくんのアクリルスタンドをねついつい買っちゃいました。リゼロのね、かっこいいよね。スバルくんのフィギュアはね持ってないから、ちょっとリゼロのねフィギュアゾーンにこのスバルくんのアクリルスタンドでも飾っとこうかなって思って買いました。はい、めっちゃ良くないこれ。残りね2枚とかだった。結構ねスバルくん人気なのかもしれない。